こんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日も一緒にストレッチを行いたいと思います。今日は太ももの前を伸ばすストレッチを行うんですけれども、椅子に座って行います。でこれは何に効くかというと、腰ですね。腰、腰痛の人はこのここが硬くなって縮んできてしまって、骨盤を引っ張ってしまうので、この前を伸ばしていきながら腰のバランス、骨盤のバランスを整えていきます。ポイントはこのお尻は半分、ここ椅子がありませんからね、半分ありません。この状態で片方の手は椅子にきちんと手を置いてください。そして浮いてる方の足はまっすぐ、このまままっすぐ後ろに持っていく。その時に足がこう開き気味になっちゃわないように、まっすぐ引く、まっすぐ引くことがポイントです。で足の指は立てて、膝がまっすぐ下を向けてください。膝が横向かないようにしますね。そうするとこの前が今伸びているんですけど、前が伸びながらこの足の付け根が、もも足の付け根胴体というのがまっすぐになります。これがこう足と体のくの字にならないということがポイントになります。後ろに行ったらつま先を立てて、これだけです。その時に無理に腰を反ると腰が痛くなっちゃいます。足を持っていくだけです。そしたら今ここ伸びてるな、伸びてるなと思ったら、さらに足の親指でグッと押してください。親指がすごいポイントになります。親指がしっかり効いてないとこの内側が伸びませんので、しっかり親指で押してください。そしたらこのまま手を上に持っていきます。手を上に持っていくと、この中指からまっすぐ来た手が膝のところまで来ます。はい、じゃあ変えてみます。まっすぐ後ろに持ってきますね。ここが、このももが骨盤、胸、ここまっすぐということですね。では手を上に上げますよ。スーッと上げると、手を上げてるというよりも足がここまでっていう感じですね。伸びているのはここです。そうですよ、ここ伸びてますか。ここですよ。これがですね、今この足の付け根のところ伸ばしたんですけど、ずっとこう椅子に座ってたりとか、旅行でバスに乗ってね、乗り物にずっと乗っているとかっていうと、ここが曲がってきます。で曲がった状態で車から降りてサービスエリアに行きましょうとか言った時に、こんな変な歩き方になったりとかしますね。それはここが縮んで骨盤を引っ張っちゃうっていうことになるので、ずっと長く座っているとか、そんな時はぜひこのストレッチをですね、していただくといいかなと思います。これ本当にここがまっすぐになってくると血行も良くなるので、足の冷えとかむくみとか、ここのところに大きな血管が通ってますので、ここをしっかり伸ばしてもらうことで足全体がすっきりしてきますので、ぜひやってみてください。